こんばんは、ファンキー中村さん。どうも、こんばんは。今日はね、背後からちょっとこう、ゾクゾクと来るような、その話をちょっとやってみたいなと。はい。思いますけど。はい。お願いします。もう10年ぐらい前の話になるんですけどもね、ちょうど、そうですね、夏、ちょっと前ぐらいでしょうかね。僕の友人に鎌田ってのがいましてね、こいつが突然、まあ僕の家へやってきて、はい、で、おい、ちょっと、お前フクロウ好きだったよなってこう言うんですよ。フクロウ。僕ね、実を言うとまあ決して、そこにほら凝り固まってるわけではないんだけども、はい、鳥のフクロウがね、なんかすごいちょっと興味のあるところがあって、そんな話を以前ちょっとこの鎌田にしたことがあったんですよね。うん。でね、どこ行くんだよって言ったらね、いや、その袋を見せてやるってこう言うんでね、どこ行くんだよってこう言ったら、青木ヶ原の次回だよって言うわけ。いや、でも、あそこはお前、しかも袋っていうことになったら見に行くとすれば、あれだよね、夜だよね、うん、もちろん。とこういうのね。うん、まあ、連れて行かれちゃったっていうのは、まあ、正しい表現かもしれないんだけども、まあ、途中でね、まあ、弁当を買い込んで、で、現地に着いたのは、まあ、夜、もう22時、夜の10時を少し回った頃だったと思うね。はい、うん。いいか、フクロウはな、すごく警戒心の強い鳥だから、な、その個体の近くまで、まあ、行くことが、もしできたとしても、まあ、しばらく身をこう、潜めてないとダメだぞ。しばらくって言うと、いや、場合によっては、そうだな、20分、30分。いや、以前ね、実を言うと、まあ、こいつとね、まあ、たまたま話した時に、ね、まあ、そんなような、僕は袋が好きだっていうことをね、まあ、たまたまこう、ほのめかしちゃったがために、そんな目に遭うわけなんだけども。で、もともとこの男とはですね、僕が以前やってたサバイバルゲームというのがありましてね、まあ、当時流行ったんですけどもね、はい、まあ、その仲間だったんですよ。はい、うん。まあね、本当に、その時の入れたちってのはもう揃いも揃って、上下カモフラを、その当時の、あれを着ましてね。うん。迷彩服ですか、ね、そうそう、迷彩服を、はい。うん。で、みんなそこそこその自分の装備には金かけてたもんだから、みんなそれぞれ暗視ゴーグルっていうのを持ってるんですよね。うん。すごい。でね、もう本当の漆黒の闇ですよ。うん。漆黒の森って言った方がいいのかな。そこへね、こう足を踏み入れたんです。いいか、お前なるべくその辺の枝をな、折らないように、土だとか岩だとか出たあたりをもう、踏めよ。ってか、めんどくせえな、お前めんどくさいとはなんだよ、お前。そもそもお前はだなって始まったから、いやいや、わかったわかったと思う。わかったよ。まあ最初はね、本当の既存のこう遊歩道をずっとこう進んでたんだけども、しばらく行ったあたりでね、こう、本当に、左側のこう、まだ人がこう踏み入ってないようなこう森へ立ち入るわけですよ。うん。それからね、こそ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 とこう1時間近くも歩いたでしょうかね。いや、もっと歩いたかもしれないですね、もしかすると。うん、なあ、おい、ちょっとまだなのって言ったら、聞きたいっていうか、いや、いいけどさ。